生選手からのリクエスト曲は、某番組で、まあ、ちょっと2回も2本も外しているでちょっと嫌な感じありましたけど、まあ、しっかり昨日も練習したし昨シーズン その今の蹴り方になってからは外してないんで、あの試合ではしっかり決めますまあ自分自身の中で もうまだ時間はあったので、まあ、焦りというよりは本当に得点をして絶対勝ちたいという気持ちでやってたので、まあ、自分自身もそうですけど多分みんな焦ってなかったかなと思います。攻撃しないといけない状況になったので、そこでいいタイミングで田中さんから裏に出たので決まってよかったです。思い通り、はい、はい、ありがとうございます。喋れるね